どうもダンクローです。今回はナイキオフホワイト T シャツ S サイズの開封サイズレビューをします。ナイキが好きな方、オフホワイトが好きな方、この T シャツが気になっている方、購入を考えられている方、ぜひ最後までお付き合いください。この動画はナイキオフホワイト T シャツの開封ディテールチェックサイズレビューの3点でお送りします。では早速開封していきましょう。まずタグはこんな感じですね。メイドインチャイナ。この T シャツは中国製のようです。そして紙タグ、 S サイズ紳士、胸囲は86から91センチ、身長は155センチから176センチと記載されております。表のグラフィックはこんな感じですね。黒色の格子というか編みのようなものはゴムのような材質が使われています。襟の内側には005とプリントされています。公式の画像ではよくわからなかったんですけども、袖から脇腹にかけて線があって、スポーティーな T シャツ感が出ています。左側も同じようになっています。おそらく皆さんも気になっていたところだと思います。左から右にかけて裾が短くなっているところです。公式画像では気のせいかなと感じていたんですけども、やっぱり裾はアシンメトリーになっています。個性的でいいですよね。袖幅は広めに作られているんじゃないかなと思います。背面は大きなグラフィックプリントがあります。左の裾あたりにスーシュとナイキオフホワイトとあります。あとで S サイズの各部のサイズを計測してお伝えしますのでお楽しみに。続いて試着して皆さんにサイズ感をお伝えします。私は身長162センチで、シュプリームの T シャツは S サイズ、海外ストリートブランドの T シャツは S サイズを着ることが多いです。今回ナイキオフホワイト T シャツは S サイズを購入しました。では早速着てみます。はい、着てみました。ジャストサイズかなと思います。身幅もジャストで肩も苦しくないですね。サイドなんですが、右側が短くて左が若干長いです。後ろはこんな感じです。お待たせしました。今から各部を計測していきます。まずは総丈なんですが、ここからここを計測していきます。着丈は69センチ、身幅は49センチ、袖幅ですがここからここですね、約20センチです。ついでに襟幅も言っておきましょう、14センチです。各部のサイズを計測してみました。スニーカーズなどでは各部のサイズがわからないようになっているので、私の動画が参考になれば幸いです。ぜひ参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。ナイキオフホワイト T シャツが気になっている方、購入を考えられている方、この動画が少しでも参考になったら幸いです。もしこの動画が少しでも参考になったよという方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。感想や疑問ありましたらコメントしてください。また次の動画でお会いしましょう。本日はここまで、ありがとうございました。